1>, 1位は納得。衝撃。ナンバーアンダーライン愛が38万枚超えで首位獲得。2位と驚異の6倍差、2024年9月23日から25日の CD アルバム売上レポートが発表され、2024年9月23日から25日までの CD アルバム売上レポートでは、ナンバーアンダーライン愛の、ノーアイが38万6345枚を売り上げ、堂々の1位に立っている。 この結果は、ナンバーアンダーライン愛にとって初のフルアルバムとしての強烈なデビューとなり、音楽シーンでの存在感をさらに強固なものにしている。特に注目すべきは、このアルバムが、2位の売り上げの6倍以上という圧倒的な差をつけてトップに立っている点だ。この大成功は、単にファンの熱い支持に支えられているだけでなく、アルバムの中身がいかに多様で魅力的であるかを示している。アルバムには、デビュー曲、GOT や、 平野翔がプロデュースした、ボンサラに8月28日公開の総合ソングチャート、ジャパンホット100で1位を獲得した神宮寺ユ太プロデュースのリードトラック、INZM など、幅広い楽曲が収録されている。これらの楽曲がファンの心をつかみ、広範なリスナー層にアピールしていることが、今回の売り上げに直結している。現在の音楽市場では、VTuber やバーチャルアーティストが大きな影響力を持つようになっており、 これが一過性のトレンドではなく、音楽業界において重要な地位を占める現象となっている。2位につけているサイグサーキナのユニバースもその一例だ。VTuber バーチャルライバーグループ、二次三次に所属するサイグサーキナの初のミニアルバムは、6万4339枚を売り上げ、2位を確保している。彼のアルバムは、ファンとの親密なコミュニケーションが強みとなり、リリース直後に大きな話題となった。 特に彼の個性的な声と独自のストーリーテリングは、多くのファンの共感を呼び、リアルなアーティストとは異なる独自の魅力を放っている。これにより、3種の音楽が一部の限られたファンだけでなく、広く一般的な音楽リスナーにも受け入れられているのがわかる。続いて、w a y イの日本デビューミニアルバム、ザ・ハイエストが5万8003枚を売り上げ、3位をキープしている。w a y イは、 韓国を拠点とする NCT グループのユニットの一つであり、彼らの多国籍なメンバー構成と高度なパフォーマンスが注目されている。今週末に東京の国立代々木競技場第一体育館でコンサートを開催する予定であり、彼らのパフォーマンスはさらに多くのファンを引きつけるだろう。日本市場での彼らの成功は、k p o p のグローバルな影響力を再確認させるものであり、 その音楽性とビジュアルパフォーマンスがいかに重要な要素であるかを証明している。4位には、AXXX1S のセカンドミニアルバム、大変でエスケープ、顔文字、またね、が37,051万 7, 枚を売り上げている。AXXX1S は、ビジュアル系バンドとしてのスタイルを確立しつつ、その音楽に込められたエネルギーとダイナミックなサウンドが特徴的だ。ビジュアル系というジャンルは、 かつて日本で圧倒的な人気を誇ったが、最近では一部の熱狂的なファン層にとどまることが多い。しかし、AXXX1S のような新世代のアーティストがその伝統を引き継ぎつつ、現代的な感性を取り入れた音楽を提供していることで、ジャンル全体に新しい風を吹き込んでいる。5位にランクインしたのは、ICEX のメジャーファーストアルバム、レトロトイ・ポップで、36, 3万6403枚を売り上げている。 ICEX は、懐かしさと現代のエレクトロニカを融合させたユニークなサウンドで注目を集めている。彼らの音楽は、1980年代や1990年代のポップカルチャーへのオマージュが込められており、若い世代だけでなく、その時代を生きた大人たちにも響くものとなっている。これによって、ICEX は幅広い世代の支持を受け、アルバムの売り上げにおいても安定した結果を残している。 これらのランキングから見えてくるのは、日本の音楽市場がますます多様化しているという事実だ。従来のアイドルグループやバンドだけでなく、VTuber や海外アーティスト、そしてレトロな要素を取り入れた新しいアーティストが、同じ市場で競い合い、ファンの心をつかんでいる。このような多様性は、単なるトレンドではなく、今後も続くであろう音楽市場の変化を象徴している。音楽は常に時代とともに変化し、 進化してきた現在の日本の音楽シーンもまたグローバル化とテクノロジーの進化によって大きく変わりつつある。インターネットや SNS の普及によりアーティストは国境を越えてファンと直接つながることができるようになりこれが音楽の流通やプロモーションの方法に革命をもたらしている。特に若い世代は従来のメディアではなく YouTube や TikTok といったプラットフォームで音楽を発見し共有することが多い。 これにより、アーティストが一夜にして大ヒットを飛ばす可能性が高まっている一方で、競争も激化している。さらに、音楽の消費形態も劇的に変化している。かつては CD やレコードが主流だったが、現在ではストリーミングサービスが音楽の主要な提供手段となっている。しかし、日本では依然として CD の購入が根強い文化として残っており、特にアイドルグループや特典付きのアルバムは高い売り上げを誇っている。 このような背景から CD セールスが依然として重要な指標となっているがデジタルとフィジカルのバランスをどう取るかは今後の音楽業界の課題の一つとなるだろうまたコロナ禍の影響でライブイベントが制限されていた時期があったが最近では徐々にリアルイベントが再開されファンとの直接的な接点が再び増えてきているこれは特にアーティストにとって非常に重要なポイントであり ファンとの絆を深める機会として活用されている。WAV のコンサートもその一例であり、ファンは直接アーティストを目の当たりにすることで、より強い感情的なつながりを感じることができる。ライブパフォーマンスの魅力は、音楽そのものだけでなく、その場のエネルギーや一体感にもあるため、今後もこのようなイベントの重要性は増していくと考えられる。最後に、これらの動きから見えてくるのは、 日本の音楽シーンが常に新しい才能とスタイルを受け入れながら進化しているということだ。特に、伝統的な要素と新しいテクノロジーが融合する中で、アーティストとファンの関係はよりインタラクティブで親密なものになっている。これにより、音楽は単なるエンターテインメントの一部ではなく、ファンとアーティストが共に作り上げる文化そのものとなりつつある。日本の音楽史上は、多様性と革新を受け入れながら、 今後も世界に向けてて新ししいい波を送り出していくだろうこのような日本の音楽シーンの進化は世界中からも注目されている。特に K-POP の影響や VTuber の台頭、さらには日本独自のアイドル文化が交差する現象は国際的な視点からも非常に興味深いものとなっている。日本の音楽市場は単に国内のファン層に依存するだけでなく海外のファンにも広がりを見せており、 グローバルな市場と密接に連動している。K-POP アーティストである Wavey が日本市場で成功を収めていることは、この現象を象徴する一例だ。韓国発の K-POP は、アジアを中心に世界中で圧倒的な人気を誇り、日本でも非常に強力な影響を持っている。Wavey のような多国籍グループは、単なる韓国の音楽カルチャーを超え、世界各地の音楽ファンを魅了している。その成功は、 グローバルな視点から見た、ポップの意味を再定義するものであり、音楽の国際化が進む中で、アーティストたちは国境を越えてファンベースを広げるチャンスを持っている。しかし、日本の音楽シーンは依然として自国のユニークな文化を強く維持している。アイドルグループやアニメソング、さらには伝統的な J-POP の要素は、海外の音楽市場と比較しても非常に独特だ。特に、 アイドルグループが多くの CD を売り上げることは、日本特有の現象といえる。AKB48 や嵐といった過去の大ヒットグループがそうであったように、ファンは CD 購入を通じてアーティストを応援し、応援する行為そのものが音楽消費の一部として文化化している。このフィジカルメディアへのこだわりは、デジタル全盛期の現代においても根強く残っており、これは他国ではあまり見られない日本の得意性である。 この文化的な背景には、コレクター精神やファンとの直接的な交流を求める意識が根付いている。多くの CD には特典として握手券やフォトカードが付属し、これがファンにとっては非常に魅力的な購入理由となっている。これにより、単なる音楽作品としての CD の価値以上に、アーティストとの絆を深めるための体験として消費されている。こうした特典商法に対しては、一部で、 本質的な音楽とは何か、という議論も巻き起こっているが日本ではファン文化として広く受け入れられていることも事実だ。